こんばんは、青春オーバーランマシコです。この度は多くの応援をいただきながらスニーカーズカップ準決勝大会いきなり敗退してしまいすいませんでした。コメントでは多くの応援の声をいただき、ツイッターの方にも多くの応援の声いただきました。答えることできませんでした。そして1位予想、ダントツ1位の票数で500票以上いただきましたが、申し訳ございません。言い訳させていただきますと、2問目まではまるっきり分かりませんでした。実は1問目は分かってたんですけど、問題の意味がよくわからないっていうテンパりを見せつけてしまい、2問目はまるっきりわからないけど勘で当て、3問目以降は全ての問題分かっておりましたが早押しに勝つことができませんでした。はい、まあそんな感じでね、僕なんかねみたいな、僕なんかとか言っちゃダメだな、僕みたいなね、にわかでもね勉強すればなんとかなるんだなと思いましたけど、その反面、まあ本番では勝てねえぞと、すごくこうあれでした、心に感じましたよ。はい、はい、スシローバランの形でーす。俺も応援に行ったんだけど、まあ頑張ってたんだよ。頑張ってた。はい、早押しができなかっただけなんだ。俺もう一回謝ってけ。俺な、おう俺な、ゲームキューブのさクイズ大会とかやってさ、なんとかさこう頑張ってきたんだけどさ、いや勝てるわ。そしてね、まあ今回ね予選突破した方々、いやーすごかったな。みんなレアな靴履いてたわ。俺だけだよ、今でも買えるスニーカー履いてったの。はははははは、謝ってけ。はい、ということでね、いっぱい応援していただいたのに本当に一問しか正解できず、はい、敗者復活もくじ引きで外れ。はい、申し訳ございませんでした。はい、申し訳ございませんでした。